事務所に着きました。我有讲很简单，很简单讲。那、啊、为什么他这么跺车，要在我前面发车？就是就这个会议就主要先聊有两趴。嗯。第一趴。今回の独品大中のテーマは Fly to the Future。そのアイディアは コロナの3年間でみんなが大変でした。世界的にできればこの曲でみんなで一緒に過去を反省して、して今の出会い、人と人の温度を感じて大切にして、一緒に手をつながって未来に行きましょうというアイディアがありました。なのでこの曲は中国語と台湾語だけじゃなくて他の国も一緒に入れば嬉しいなと思いました。もちろん日本語もので、できれば大さんにお願いしたいです。本語で一緒に歌いましょう。 OK、 素晴らしいあのアイデアで、はい、すごく感動してますと、うんうんうん、歌声を日本から一発目で、はい、一緒に演奏に混ぜて流すっていうのも最高なんじゃないかなと思います。そういう参加型、うん、日本の人たちが参加できるプロジェクトにできたらいいなって思ってます、うんうんうん、日本の子供たちと台湾の子供たちの声を混ぜる、はいはいはい、じゃあそれがフューチャーだから未来の子供たちの声を混ぜる、はい、僕たち大人は争いがあるけど子供たちは今争わないから、うんうん、それをステージの上で表現するっていうのはどうですか。他们就是把这个带这些教会儿童去做面包啊，然后做一些手作的创作。嗯，诺诺さんもちょっとアイデア思いました。嗯。あの実はシムズで特殊教育学校。嗯。はい。子供たちがいて、でもしよかったら来週あの大さんと一緒にその教会に行ってイベントをやりましょう。うん。これ月の相談だったけど、うんうんうん、ちょうど今聞いて、うん、あじゃあここで 何度か考えるかもしれない、可能性があるかもしれないです、うん、と思いました、うん、すごいな、シンクロニシティ、シンクロニシティ、はい、うん、僕に降りてくるアイデアと、うんうん、ののさんの元で起きてることがすごいシンクロしてる、うんうん